津戸村が古い村なんですけども、それが新しく出てきた、まあ、分村ですね。言ってみれば親会社に対して子会社ですけども、その子会社にあたる今津村の方が発展していったわけですね。というのは今津には、津戸村が農業だけに対してですね、今津には漁業がある、それからお酒がある、まあ、そういうようなことで今津村が大きく発展していったんですけれども、その今津の発展を助けたのが阪神電車の開通、それから、少し20年ほど遅れますけれども阪神国道ができていった、今の2号線国道2号線ができてできたと、まあ、これが今津を発展させたわけですね。例えばこの阪神国道沿線にですね、近代的な、まあ、モスリンの工場とかね、それから後には、このアサヒビールの、皆さんご存じのあの工場とかね、いろんな工場ができていく、それから、阪急電車の西方線、これは西宮と宝塚をつないでいたんで西方線と言うんですけども、これが、開通したということ。それから昭和2年にはこの先ほどの阪神国道に、今でもチンチン電車と我々は言ってましたけどね、その路面電車が通った。これがね、今ではちょっと信じられないほど結構便利だったんだよね。それから、津戸が消えた代わりに今度は今津が大きくなりましたと言いましたけども、その一つがこの酒、今津のね、産業は漁業とそれから酒造と、まあ、農業があったんですけども、特に酒造が中心になってきたわけですね。それにはね、幕府の政策の変換もあったんですね。幕府は最初はお米を、農業 の、 その農民のね作るお米を経済の中心に考えてましたから、そのお米を勝手にお酒に作るなんていうことはなかなか認めなかったんですね。お酒にどんどん回るいうことはそれだけ一般の人たちが食べるお米が減るんだということでですね、で禁止してたんですけど、後に変更してですね、それがお酒勝手作りもお酒作ってよろしいですよという、これはね、お酒作りに制限を加えてると、 お米の値段が上がらないわけでね。で、まあ、簡単に言うと需要を増やしてお酒も作ってもよろしいということで、お米の値段が上がるとどういうことになるかいうと、実は幕府の、経済を支えているお米なんですけども、武士たちがそれで給料をもらってたんですね。その武士の給料が、お米の値段が上がれば武士の給料が上がることになるわけですね。そんなこともあって、まあ、この幕府の政策の変化もあって、お酒を自由に作れるようになったと、まあ、自由といっても完全に自由じゃありませんけれども、一応原則酒屋さんが作る、自由に作れるようになった。そういう中で今津がお酒で伸びていったわけです。で、今津がお酒で伸びていく、その前にお酒の話をちょっとしますと、もともとこの付近でのお酒は伊丹が最初だったんですね。伊丹、伊丹の酒今朝飲みたいなんていう海軍で酒様に呼んでも伊丹の酒今朝飲みたいなんですけども、伊原西鶴なんか盛んに書いたね、河野池さんなんかね、そういう伊丹が中心だったんですけども、この伊丹のお酒を伊丹の人だけで飲む、大阪の人だけで飲むんじゃなしに、江戸に運んで、江戸の方が人口がどんどん急発展してきてね、武士が多い、まあ、武士がお酒を飲む、ね、そういうことでこのお酒を
自由に作るいうことになって、結局江戸にどんどん運ぶようになっていくと、どういうことになるかいうと、最初は先ほど言った伊丹のお酒が江戸でも高級酒、ね、大変高い値打ちのある酒だったわけですけども、これをその伊丹のお酒を、買うのに江戸の人たちは最初は馬に積んで、そして馬の背中で江戸まで運んだわけです。そうすると馬の背中に左右に2つ積んだらそれでおしまいなんですね、馬の場合ね。日本ではね、道路の発展が悪くて、馬車とかいうのがね、全国交通網には使われなかったんですね。これもまあいろいろそれだけ話しすると時間がかかってしまいますけど、簡単に言うと橋を架けてない。だから、大きな橋、川には橋がないとかね、そういうようなこともあって、結局お酒は陸上を最初に運んでる時には大変コストが高い。ところが伊丹ではそういう陸上交通による江戸に酒を運んだんですけども、後に西宮なんかの方が酒を船で運ぶということを始めたわけですね。これは大量に運べて、大変都合がいいということなんですね。江戸時代ご存じの方もあると思うんですけども、大阪と江戸の間には航路が発展してるんですね。そしてその中で最初は檜垣海線といってね、荷物を何でもかんでも雑多な荷物を上手に船に積み込んで江戸に運ぶという、そういう、まあ、海線運送屋さんがあったんですが、それに対して後に樽海線というのが出てきたんですね。樽専用、樽というのは酒で、酒樽専用の言ってみればコンテナみたいなもんですね。そうするとバラバラにいろんな大きさのものをね積んで運ぶよりも、酒樽ばっかり大きい規格が揃ったものを揃えて運ぶ方がうんと能率がいいわけですね。でこの樽海線がとうとう、江戸と大阪の間の、まあ、メインルートになったわけですけども、そうなると西宮、今でも先に西宮の方が酒屋さん発展しましたからね、その西宮から江戸まで、ね、酒を運んで運ぶ、そういうのがねちょっとでも早く着いた方が高く売れるというんでね、競争になったんですね。でね、一番最初、江戸時代の初めの頃、西宮から江戸まで船、帆掛け船で運ぶのに大体1ヶ月ほどかかったんですけど、後には競争でね運ぶからどんどんスピードが上がっていったんですね。一番早く着いた記録があるんです。大阪江戸まで何日ぐらいでしょう、2日半で着いてるんです。そうするとね、もう馬の背中でちんたら運ぶなんていうのはもう全くなくなって、そしたら、全部酒はこの船で運ぶと。そうなると西宮もそうだけど、今でもその結局おこぼれ言うたらおかしいけども、それに加われるわけですね。で、今津の酒屋さんがそういう酒で船で運ぶようになって、今津にご存じの通り今津灯台なんていうのが作られますけども、あれ木造のね、日本のその灯台の中で文化財になって現役で現在でも生きてる灯台、あれだけだと思いますけどね、そういう灯台まで今津の商人たちは自分たちで作る、もちろん今津の港も自分たちで整備する、そういう形で今津の産業はお酒を中心に発展するわけです。それから、まあ、この幕末はこれはちょっと絵ではこれだけ出てこないんですけども、要するにその時代ね、
酒屋さんを中心にした今津の発展という中で、例えば先ほどもちょっと言いましたけどもね、文化なんかも酒屋さんを中心にして発展するわけですね。さっき勝部の春山さんの墓の話が出てましたけどね、実は勝部さん以外にもですね、今津には文化人がたくさん生まれたんですね。そして中には自分で、学校を作ってね、そして、今津だけじゃなしにね、西の宮の辺の子供やら青年も学びに来るような立派な学校ね、その今で言うと学長にね、京都の大学者を招くなんていうこともしてですね、そういう今津の文化を発展させたわけですね。ちょっと写真があればいいですね。はい、この今津の先ほど言いました、灯台、ここにですね、今津灯台がね、今では ないから、あるんですが、場所は変わってしまってますけども、今津灯台がありますね。それからこの砲台もあったんですね。今津に砲台がなぜあったかというと、酒屋さんが多い、経済力がある、これを守るということで、幕府がですね、西宮と今津にそういう砲台を作ってるわけですね。明治になってからもうこういう砲台が役に立たない、いらないということになって、そしてこの今津砲台は結局石材に、ね、石のバラして石として売られてしまったんですけど、ただ一つだけ残ってるの、今あの今津港のところにこれ石材として一つ残されていると思いますけどね、全体としてはもうバラされてしまったんですね。西宮の砲台は阪神電車が買い取って保護したのでね、そこで今でも残ってるんですけど、今津にはそういう今津の砲台を残そうというようなね、そういうような、まあ、あの空気がなかったのか、バラにされて石材としておられてしまいました。ちょっと惜しかったですね。で、今津の、商人たちは、まあ、あの商工業者、酒屋さんたちはですね、先ほど言ったようにも経済力を持ちましたけれども、その今津の経済力を持ってる酒屋さんの一つが、これが長部さん、大関さんの家ですね。長部、長い部とか長部さんですね。その他に今津にはたくさんの酒屋さんがありました。ここに出てませんけどね、あの白泉っていう白い扇とか、ね、酒を作ってた有名なのが、これは和塩さんなんですかね。そういうような酒屋さんがたくさんありましたね。この砲台は、ごめんなさい、灯台は長部さんの先祖がポケットマネーで作って、今でもこの生きてるというね、全国で木造の灯台として生きている非常に数少ない貴重な例ですね。それから今津の酒屋さんたちだけじゃないに、今津の町人もですね、この、そういう商工業が盛んだということは町人たちも勉強するわけです。というのは、この帳簿をつけたり物を数えたりね、するのにやっぱりある程度の学問がいりますからね。で、そういうような今津の町人たちは勉強もよくした、自分の息子たちもそういう勉強させたいということで、明治になってからですね、新しい学校令ができた時に、今津の町人たちがお金を募金してですね、大金持ちは大金持ちね、それから一般の町人は町人にね、見合ったそういうスポンサーが作ったのがこの今津小学校六角堂と呼ばれるもんなんですね。これができる時には非常に珍しい、まあ、今あの阪神電車が乗って、ね、神戸の方からね、六角堂を建てるように見に来た、そういう話もありますけどね。それがあの今津の文化ですね。それからこれはその当時の先ほどの
この東大のほかに今津の紀帆船でね、この、お酒を運んでた様子ですよね。はい、じゃあその次の写真になりますか。今津の全体の地図ですけども、ここが今津の復興神社の今では場所変わってると思いますけども、ありますね。それからこれ目印になるのは、どんなもんでしょうかね。これ小学校、あ、今津小学校がここにありますかね。それからこれが多分今津東大の跡ですかね。それからこれ上今津のが実は昔の農業のその今津なんですね。こちら側が酒屋さん中心にして発展した新しい今津なんですね。津というのは先ほど言いましたように、もともとはここがこの地域の中心だったんですけども、後に今津にですね、こう吸収されるような形になったわけですね。じゃあその次行きましょう。これは公設、近代の今津でしょうかね。公設市場のはね、これは米騒動というのは大正時代にあるんですけどね、お米を貧しい人たちがね、これお米よこせと呼んで全国で米騒動というのが起きたんですね。その時に西宮では米騒動起こらなかったんです。神戸でも大阪でもどこでもこの付近全部起こった。西宮でも米騒動起こらなかった。どうしてかいうと、西宮はね、酒屋さんたちがね、米騒動が起こる前にも自分たちがお金出してね、そして米を安く売るようなね、そういう動きを米屋さんにね、安く売ってちょうだいというんでね、そういうようなことをして、それで米騒動起こらなかったんで、そして逆に、こういうことがね、貧しい人たちが多いとやっぱり治安も悪くなるようなことでね、なんとかその人たちがね、生きていけるように言うんで、お金持ちたちが作った出したその米騒動の時に義援金を集めたのがね、残りでですね、この公設市場を作ったわけ。公設というのは、市役所が作った、まあ役所が作ったという意味なんですね。これが、これは今津の公設市場かな。そうですね。ね、そういうのがある。西宮にもあるんです。西宮の公設市場は中央商店街の一部に今なってますけどね。で、この次お願いしましょうか。ここが今津の公設市場の跡ですね。で、これ新川ですか、これは。そうですよね。これは何ですか。こっちが楠川ですね。これ楠川ですね。その楠川の横にこれ公設市場ができたんですね。この復興神社と上元寺というのは隣り合わせで、お寺と神社が大変仲がいいというので水派の交わりというようなね、そういう昔の言葉があったんですね。で、水波町というのはそこから作られたわけですね。まあそんなところでしょうかね。あ、この辺まで昔はね、高潮の時には水が来てたんでね、その名残で高潮町なんていうのがね、残っています。じゃあその次行きましょうか。あ、これ先ほどの灯台、ね、今津灯台を、これはさっき、お聞きしたところでは鷲尾さんのご先祖が作られたとかね、そういうことを。あ、この写真を、ね、違う大関さんが作られたね。ごめんなさい、ごめんなさいね。はい。じゃあその次行きましょう。これがその、ちょっとこちらの方が頭に入ってきて、鷲尾さんの家なんですね。今、鷲尾さんはね、戦争中に
お酒作っちゃいけないという命令でね、結局全部お酒屋さんやめられましたけども、名残がね、和尚さんのご子孫がところどころに和尚という名字をね残しておられますね。この地域でもおられると思いますね。で、酒屋さんも大きなね、昔ですから立派な酒屋、これは和尚さんがね、三郎さんという人が自分で書かれたんですけどね、まあこの当時はね、この付近は映画のね、日本映画のロケーションの舞台にもなったりしたんですね。で、これはね、近代になってから、先ほどちらっと出てきました、あの、西方線、西宮と宝塚をつなぐという阪急電車の南北の線がね、これがずっと伸びてきて、阪神西宮まで伸びてきたその時の図ですね。それでこちらの方には墓が、大きな墓場があったようですね。じゃあその次を見ましょうか。これはその最後、電車が伸びてきて、アサヒビールがありますね。これは本線ですね。この東西の線でしょうかね。これは、ね、これは違った、阪神国道、そう、2号ですね。阪神国道ですね。で、この阪神国道のここに今、阪神国道、阪急阪神国道なんか紛らわしい名前が、ね、こう、ある駅がありますね。で、これ、ユニオン、後にアサヒビールになるユニオンビールの工場になるわけですね。で、この付近に、こちらのこの付近に今津の昔のね、豪族のお墓がね、大塚というね、大きな塚があったんですね。それともう一つね、二つお墓、あの古墳があったんですけどね、津と大塚町、この辺津と大塚町だったかな、まあ、そういう名前が残ってると思います。で、その次を申しましょうか。これ先ほどのね、あの今津の市民たちが、募金して作った、その当時ね、日本でも指折りにモダンな新しい、学校だったということですね、はい、これね、あの何回かね、戦後幼稚園だったりにいろいろな、うん、ね、使われてたんですね。そういう時に多少こう改造しちゃってるんですね、うん、だから文化財にはならなかったんですね、うん、改造したからね。でも本来なら、あの文化財としてね、うん、なるべき値打ちがあったと思います。ちょ、今年ね、今西宮、あ、兵庫県の、はい、景観なんとかって一応文化財もどきには指定されました。あ、そうですか。うん、なんだっけ景観なんとかってね、はい、まあ本来ならもっとね、あの核の高い文化財になっててもね、よかったんで、うん、こう何回か改造されちゃったいうことで、ね、そうですね、はい、幼稚園になったり公民館になったり、そう、ね、ね、だから今の古い人は、うちの子供は幼稚園ここに通ってたんだって言う人いるもんね、うん、まだ場所がずっと西の方にあって、そう、ね、今津の町がですね、戦争の後いち早く復興したのはね、闇市だったんだよね。今津、先ほどありましたあのお墓がありましたね、今津 あの南北の陰線がね、こう阪神電車とかね、あの交差するあの付近を中心にしてね、その阪急電車、今でいうと西方線のね、その、沿線にですね、闇市ができたんですね。それがね、随分あの戦後の経済のめちゃくちゃになった時にですね、市民に頼られた、あるいはね、その今津の闇市をね、尼崎の方からもたくさんの人が、お客さんが来たようですね。で、どうして今がそんなに闇市で栄えたのかというとね、一つはこれは今津港なんですね。
皆さんの中にも、まあ、皆さんはないであるかね、買い出しに行かれたなんていう方があるかもわからないけどね、その地方までね、食料やそんなものを買い出しに行ったりするときにね、私の親なんかもね、和歌山の方に買い出しに行ったときね、検問にあってね、せっかく重いのに持って帰って子供に食べさせよう思った食料全部没収されたなんてぼやいてましたけどね、その鉄道というのは結構ね、そういう面には安いんですよ。検問されてね、降りるときなんかもね。ところが今津港はその点がね、盲点だったんですね。だから今津港から荷揚げされたいろんな物資がね、この、今の阪急北口からずっと今の阪神の今津の辺までのね、あの両側にね、いっぱい店があったようですね。でそういう延長でね、この商店街もできたんですけど、この時に、この雰囲気がよく出てると思うんですけど、水木しげるさんという人、ご存知の通りにね、この人はあの戦争中に、負傷してね、片腕になったあの漫画家ですけども、この人がですね、西宮に住んでたことがあったんです。そしてその時にこの自分が住んでた周りの雰囲気をたまたま漫画に、ね、残してるわけですね。これは経営者が、ね、なんか肺炎で中止したなんてね、このそういったような、まあ、水木さんの思い出を書いているようですけども、じゃあその次行きましょうか。これは先ほどの通りを現在、ね、撮られたようですね、はい、これが北楼の跡、家の跡というんで、なんかあります。この看板も整備されているようですけども、じゃあその次、今度は水木しげるさんも住んでた時期がありましたけどもね、この、犬飼さんというね、この万葉学者がずっとこの方亡くなるまで確か住んでおられたと思うんですね。犬飼隆さんですね、万葉集を非常によく研究されてね、そして、この万葉集の犬飼さんのあのお弟子さんだという人が今一生懸命万葉歌物語なのか、それをね踊りにしたり歌にこうしたりして活躍をされてますけど、まあ犬飼さんが今でも文化人の一人ですね、はい、その次はね、これ犬飼さんが書かれた、まあね、これは多分西田公園にあるやつじゃないかなと思いますが、西田公園と出てきましたかね、はい、同じく西宮のね、これはあの今津に住んでおられた、野間博さんですね。これはあの今の若い人はあんまりご存じないかもわかりません。戦後ね、日本のこの小説家、文学者の中でね、ダントツに有名だった人ですね。この人は確かね、今津の南の方に高い煙突があった火力発電所があったんですね。そこで働いてる方の技術者の息子さんだったと、野間博さんですね、はい、この野間さんの本を中心にしてですね、野間さんのコーナーがここに野間博士文庫というね、これが先ほどの六角堂の中に出題られています。今津の文化、お年寄りだけじゃなくて若い人も頑張ってますけど、これ今津中学が初めての時かな、全国で吹奏楽コンクールで優勝した時のこれ記念パレードで、ね、これは今津中学は連続、私何回か知りませんけども、ものすごい長い間今津中学の
この全国優勝いうのは続いたようですね。ちょっと今津中学に聞いたらすぐ分かるんですけど、この全国優勝のパレードですね、これは今津の人たちにとってはもう随分誇り高かったと思いますね。この楽器なんかその当時なかなか揃わないのをね、皆さっき の今津の町人のね心意気で起用したんだと思いますね。その次にこれは今津中学の生徒、先ほどの吹奏楽部も活躍した万博の時のこの風景のようですね。はい、お願いします。はい、では、その次は、長い間ご清聴ありがとうございました。西宮の歴史の中でもですね、今津津戸というのは独特の雰囲気がありましてね、またお隣の鳴尾ともまた違う、それから西宮神社の、付近とも違うね、独特の雰囲気のある今津地区ですけれども、それを、まああらかた話しさせていただいたんですけども、随分荒い話になったり、あるいは脱線したり、ね、あるいは時々ちょっと、脳血栓で脳に血が回らなくて立ち止まったこともあったかもわかりませんけども、とにかくありがとうございました。